シルバーですと、うん、フリーランスの人、はい、自分でシステムを構築していく、うん、よく隊長が言うやつですよね、はい、何よりもまずシステムを考えるっていう、はい、シルバーの人には西欧的な個人主義の感覚がありますと、うん、つまり自分の好きなことを個人で責任を持って追求しようよっていうとこですと、うん、つまりちゃんと働いて貢献をしたらバカンスへどこへ行っても構わないし、うん、人との関係で距離も必要と考えます、うん、協調性や報告主義によって自分の自由やスピードが侵害されることがストレスにもなる、うん、自分の人生なんだから好きにやりなよと信念を強にも常に持っているのですと、うん、このカラーの人にとって自分で決めて自分で実行するっていうことはとても大事なことで、うん、一匹狼独立独歩と称せれることもあるかもしれないと。組織の中にいてもみんなとワイワイ絡みたいっていうよりもむしろ静かに放っておいてほしい、うん、フリーランス的な立ち位置でいたいタイプです、うん、人間関係も好きになるまでちょっと時間がかかる、うん、好きになったら深く長く付き合いタイプです。長年かけて築き上げた自分だけの世界観を他人に乱されるのをとても嫌う。むしろ面倒見はいい。ただ親密なパートナー同士になったとしてもこの分野については鼻口を出さないでとか、お互いの距離を大事にする、一緒に住むようになっても自分の部屋は欲しいタイプですと。基本的に全てのカラーの中で最も個人行動が多い人なのですが、相手の持つ世界観がセンスがいい、面白い人だったりすると尊敬できる相手としてお付き合いが始まりうまくいきそうだと。ちなみに仲のいい友達はいますが、あまり自分の趣味の世界に巻き込むようなことはしない。ここでも自己完結的なので、他人を喜ばせることや他人から自分が好きなものへの評価を受けることの重要性を感じていませんと。友人からは水臭いな、ドライだよねって言われることもしばしばあるでしょうと。あえてそうだよねとか気持ちよくわかるよと共感の言葉を一言投げかけてみると人間関係がうまくいくでしょうと。もともと研究熱心でユニークな世界を持っている人ですから、それを周囲の人たちと分かち合う時間を持つだけでこのカラーの人の強みが生かされますと。あまり僕何が書いてるか分かんなかったんですけど、どうですか。はい、まあそうかなっていう感じですよね。実感はあります。ああ、なるほど。はい、ではシルバーの人に向けた、はい、シルバーの人に向けたご機嫌でいる方法。はい。シルバーはかなり強い合理化の人。趣味でも仕事でもシステムを構築したり、うん、動線などを設計したりする人に多いです。どうでしょう。はい。この辺はピンとくるところがありますね。あるような、はい、はい、あ、うるさいですすいません。服装などは自分が決めたお気に入りの組み合わせを同タイプ、はい、何着も持っています。はい、持ってますね。持ってます。ほらほら来た。はい、うるさいですね。すいません。じゃあここからドームコアの考え方を字で言っており、毎朝服装を決めるのに労力を使うのが非合理的と感じているのです、うん、はい、自分が働いて報酬を得る時間、能力、スキルと自分が解放されて自分だけの自己満足を追求する時間の2つが最重要、うん、20時以降は人とは会いませんので寝ます、うん、と一番合理的に自分の能力を発揮できる生活スタイルを開発しているのがシルバーの人です、はい、うん、シルバーの運の属性は無料公開系とあります、うん、どちらかというと社会の端の方で生きていることが多いです、うん、都市と無人島の間みたいなところに住んでいる、かっこわら、うん、専門技術や手に職を持っていて必要以上に誰かに時間を拘束されたくないという感覚が強くあります。いつも興味があることを勉強したり、うん、自分を実験台にしてスキルアップを図ったり、うん、経験を増やしています。自分で課題を見つけてくるから人からの指示がいらない人なのですと、うん、そんなシルバーのあなた、
自分が発見した美しいシステムとか、こうするともっと生活に無駄がなくなるよ、という情報を一般無料公開したい人、便利で合理的なシステムを使う人が増えれば、世の中がもっとスムーズになって住みやすくなると考えるからですと、気前よく自分のノウハウを無料公開していくから、シルバーは人付き合いが苦手ながらも不思議として慕われる現象が起きますと、シルバーの運の開き方はシンプルにミニマリストになること、これは独特なのですが、シルバーの価値観って所有よりもシェアなのですと、何か所有してしまうとそこに定期的なメンテナンスや税金がかかってきますと、それにいろいろな負の遺産も抱え込まなければいけない、それよりも縛られない生き方がしたい、行きたい方向に行きたい、チャンスの波を逃したくないという理由で、自分の属性や役割をがっちり決めたくなかったりします、その点において人生で迷った時は所有や所属から降りる、そして人脈を含む全てのものを持っているものを減らすというのが運を開くための秘訣です、いやー私全然友達いなくてさ、と言いながら愉快に暮らしているのがシルバーの人ですと、自分同じ場所にしか行ってない、とケラケラ笑っている時が、自分の幸福を実感している瞬間ですと、何しろ超合理的な人なので、仕事や娯楽の外注にすごくこだわりますと、つまり自分で全部をこなすのではなくて、自分の疲れを癒し、驚きを与えてくれる外注先がある、例えばちょっと仕事終わりに落ち着いてお酒が飲みたい時はこのお店、みたいな感じ、根本的なシステムの構築など機関というのは、機関バスの機関ですね、機関に関わることが多いため、仕事の労力を癒してくれる行きつけのお店やバカンス、そういう方法とかそういうことが重要ですと、オフの時は頭や感情を一切使いたくない、だからそういう場所を持てている時に、自分の幸せを実感できますと、自分が認めた仕事に対してはちゃんと対価を払い、応援もちゃんとする、ちゃんとやっている人がちゃんと評価されている社会、っていうことがシルバーにとっての幸せでもあります、シルバーの定調のサインは、人間怖い、人間嫌い、と人間不信がマックスになっている時、シルバーはその能力の幅広さと優秀な問題解決力ゆえに、時々心ない人からロボット化することが求められたりしますと、あなたの意見はいらないから私の意思通りに動いてほしい、と欲求されると、意見の相互発信がない、そういう時にものすごく消耗しますと、昨日そんな話もしましたね、不調を感じたら、これは最終的に私がフリーランスになるための大事な肥やしだ、と思ってほしいのですと、組織に拘束されるよりも、自分で課題を見つけ自分で解決の道筋を描けるシルバーが必ずどこかで求められるからと、半分は社会に貢献するけど半分は自由な旅人のような立場で生きる、それがシルバーの人にとって幸運の必須条件になりますと、自分が好きなものを語る時の熱量と、興味のない世界からの脱走癖のギャップが激しく、そこがとても可愛らしい、そんな人がシルバーの人ですと、なんか隊長のことを呼んでるようでしたね、そう、なんかどうです、まあそう、まあ、全体的にそうだなって感じですよ、全体的にそうだなと思う、これもこれもこれもみたいな、シェアとかここシェアオフィスですからね、仕事にしましたね、フリーランスで、でここが自分の場所で自分の場所をシェアしてるみたいなどうですか椎茸さんの力は、まあすごいしっくりきますよね、そうだなっていうエビデンスですよ、自分の実感とぴったり合ったみたいな、よかったです、シルバーの人の開運、
ご機嫌でいる方法としては、はい、まあ、そういう、まあ、システム化できてるんでしょうね、すでにシルバーの人にとっては。まあそうですね、もうこの時間には寝るとか決まってますからね、僕この時間に起きてこの時間には寝てみたいな、それ以上はもう夜更かしするとパフォーマンスが落ちるみたいな。はいはいはい、はい、僕は自由にしていたいので。それが自由なんですよ、自由をつかむためにそれが重要みたいな。ここでもやっぱり人それぞれが発揮されるわけですね、はい、うん、あ、そうか、でもこの人にアドバイス的なことがないんですよ、うん、あ、僕これ一冊通して読んだんですけど、はい、うんうん、僕が思ったのは、はい、バランスが取れてないと思ったんですね。バランスが取れてないと思ったっていうのは、うん、僕はアドバイスが欲しい人じゃないですか、はいはい、こうしてくださいねって、うん、だからこうしてくださいねが書いてないところがあるぞって思ってたんですね、うん、問題は自分で見つける人ってあったのでっていうことで、はい、ああって今すごい合点がいってます、うんうん、はいはい、合わせて書いてるんだって、うん、これが椎茸さんの凄さなんですよ、はいはい、